ランスになったらまず何をするべきかみたいな話があって、もう本当に最初は徹底的に一つだけですよね、やることって。とにかく稼ぐことしかないと思います。っていうのは本当によっぽど頑張って利益を出さないと税金の心配をする必要もないし、まあ有利な方法を取る取らないっていうところまでまだいかない状態のことが多い。だからとにかく最初っていうのは売上を稼ぐことを第一に考える方がいいと思います。で、まあその前提でまず開業届だったり青色申告届みたいな、まあ、書類関係税務署に出したりする、それから開業日より前に使った経費を集計しておくって、これ忘れないようにした方がいいです。開業費っていう形で落とせるのでやっといた方がいいですよね。で、それから銀行口座とか、あとクレジットカード、あと会計ソフトだったりとか、まあ、そういった準備をするっていうようなことありますけれども、もうとにかくやっぱり稼ぐことを一番に考えていただきたいなっていうふうにいつも思ってます。